こちらに4枚のカードがあるんですけれども、1枚、2枚、3枚、4枚のカードがあって、1枚だけが青いカードになってます。で、この青いカードなんですが、表は真っ白なキャンバスになってます。で、今からマジックの力を借りて、この真っ白なキャンバスの上に絵を完成させたいと思います。で、こちらのカードは裏向きの状態でテーブルの上に置いておきます。で、残りのカードなんですが、この真っ白なキャンバスと共通のものが、デザインされています。それが何かというと、こちら、絵の具です。3色あるんですが、そのうちの1色が青です。青い絵の具を、テーブルの上に置きまして、2色目が緑です。緑も同じく置きまして、3色目が赤い絵の具です。さあ、これら3色の絵の具を使って、色を継ぎ足して、一つの絵を完成させてみようかなと思います。まず1色目が青色です。さあ、よくご覧ください。掴んで、こちら青いカードの上におまじないです。さあ、これで1色目が継ぎ足されて、青い色が完成しました。で、こちら青い絵の具、よくご覧ください。こうすると、ほら、見えますか？少しだけ絵の具を使い切りましたよね。で、この状態でどんどん行きましょう。続いて緑色です。さあ、この状態で、つまんで、継ぎ足していきます。もう少し。さあ、これで緑色の絵が完成しました。さあ、こちら見てみると、ほら、見えますか？先ほどよりかは半分ぐらいですかね。使い切ったのがわかるかと思います。さあ、最後、赤色いきましょうか。赤色はまだ継ぎ足してないので、この状態ですよね。で、赤い絵の具をこちらに継ぎ足そうとした次の瞬間、手が滑ってしまい、赤い絵の具を手で踏みつぶしてしまいました。そうすると、こんな感じで、キャップをうまく閉めていなかったために、中身がね、たくさん出てしまいました。で、これだと、もう使えないんじゃないのかって思うかもしれませんが、そんなことないです。この飛び出た絵の具から継ぎ足してやれば OK です。さあ、こんな感じでどんどん継ぎ足していき、もう少し。これで完璧。さあ、これで3色すべて使い切って、こちら、一つの絵が完成しました。そう、こちらのカード見てみると、草原に咲く花が完成していたのです。ありがとうございます。以上、魔法の絵の具というマジックでした。ありがとうございます。